神戸空港の運用規制が来月から緩和されることになりスカイマークが三つの路線で一日一往復便増やすほか10月からは別の航空会社が新規に就航する予定であることがわかりました憧れの神戸空港に就航できますことは社員一同大変喜んでおります神戸と日本各地の交流が一層盛んになりますよう 努力をいたしてまいりたいと思います今日の会見で神戸空港で7路線を運行するスカイマークは来月から那覇、長崎、茨城のそれぞれの路線で1日1往復ずつ増便すると発表しましたまた10月には静岡市に本社を置く独立系航空会社のフジドリームエアラインズが新規に定期便を運行するということです 神戸空港の発着枠はこれまで1日60便が上限となっていましたが今年5月に関係自治体や経済団体で作る関西3空港懇談会が80便に引き上げることで合意していましたスカイマークが計画通り増便すると1日66便となり2006年2月の開港から13年半の歳月を経て 規制緩和が実現することになります。